テンション低いね。上げていきましょう。どうした急に？1万円無理、もしかして。そう。無理なんちゃんやっぱ。むずいよ。みんなとあの街歩いてみました。画面っていうのは使わないっしょ。うん。みんなで顔につけようよ。可愛くない？ハートも可愛いよ。貼っていい？目の下につけるのが正解。目の下。お、いいやん。これ大丈夫？いいんじゃない？ありがとうございました。じゃあグラバーへレッツゴー。来た来た来た。ダッシュでいけんでこれ。来た来た来た。階段。階段です。頑張ろう。頑張ろう。せーの。え、待ってエスカレーターあるよ。え？いやこれはもう本当じゃん。階段で行こう。ガチ？うん。バイバイ。すごい。セナ先輩すごいっすわ。動くの好きですね、あの人。おっそう。滝滝滝。うわ涼しい。涼しいぞこれ。疲れた。滝行。まだあるよ階段。登ってみる。任せろ。先輩待ってて。任せろ。ゴー。一人だけ特訓してるんだけど。すごいわ。修行？長崎向いてるわね。長崎向いてる。階段多いから。これ頼りがあるね。あ、揚げ。カラス揚げ派。なにこれ？なにコウモリ？現在地はあった。でこれが全部ガーデンってこと？そうだね。頑張れー。よし、許可を取りに取っていきます。いきます。ます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 かと。ラリラリラリアと。すみません。ABEMAの今日好きになりましたっていう番組なんですけど。はい。ね、あそこの奥のさ、いっぱい人おるとこでもいい。オッケーオッケー。確かに。あの方行ってみようかな。行けるかな。もう行くしかないっしょ。行動あるのみじゃない。頑張れ。すみません。今お時間大丈夫ですか。ちょっとごめんなさい。あ、ごめんなさい。ありがとう。ありがとうございます。楽しい。なんか逆戻りして聞いてく。ありありあり。逆戻りしてくん。もうじゃじゃ行かないと。行こう。やる気どうした。急に。急に。もうやばいやばい、折り返し折り返し。急に燃えてる。急にどうした。すみません。今って少しお時間大丈夫ですか。あ、ちょっとすみません、急いで。あ、すみません、ありがとうございます。すみません。やばい。やばいね。しゃ。むずいぞ。いやでもこういうのって失敗すればするほどさ、まあね、なんかやる気が上がってくから。そうだね、頑張ろう。いいな、ポジティブ。すみません、今ってお時間少しあったりしますか。大丈夫です。今ABEMATV の「今日好きになりました」っていう番組で撮影に来てるんですけど、地元の方ですか。あ、よかったよかった。お土産とかなんかスポットみたいな、観光スポットみたいな、グラバー園とか。あ、グラバー園、なんかお土産とか。お土産とか今一応カステラとかにしようかなと思ってたんですけど。カステラさん、あ、そうなんですか。有名ですか。NHK は後から左に曲がって。左に曲がって。これちょっと。ありがとうございます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 。めっちゃいい情報たくさん。よしよしよし。めっちゃ商店街じゃん。やばい。結構テンション上がる。すごくない？そうだよ。めっちゃ商店街って感じ。なんかたくさんの方が。これは聞けるぞ。たくさんの方がいる。こんにちは。なんかここら辺でおすすめの観光スポットとか。メガネ橋のさ。あ、そう。メガネ。ハートの石が。ハートの石だって。そこでなんか写真撮れてるみたいな。結構あれだよね。あれ。行くしかないんじゃない。行くしかないなこれ。はい、行きますよ。皆さん何気にあと2時間45分。やばいです、やばいです。結構汗、結構まずい。スパン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 。とりあえずハートは絶対行きたいでしょ。行きたいやろ。ちょっとみんな乗ってきたんちゃう。ちなみにカステリアがどこになるかは、そうだよ。これ？あ、これじゃない？え、これやん。絶対これじゃん。めっちゃフラグみたいなじゃないけど。これ。はい、誰がポトに行きますか？俺やん。待ってますかじゃあ。めっちゃおもろい。俺やん。俺やんって思うやな。流れが完璧やわ。ここでどうする？やばいな。あ、持ってきちゃった。ダメだった。ガチガチ罰やな。ここダメだって。罰やな。いいよ、ここから巻き返していこう。巻き返していこう。じゃん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 いっちゃおう。自分のふるさとってあんな優しい人多いんだ。わかる。どうだ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 。まあ結果発表しますね。どうして最初ダメでした。にするか。オッケーでした。行きましょう行きましょう。2000円でお願いします。2000円お預かりしました。3000円。あ、ごめんなさい。はい。階段だ。やばい、初めてのグラバー園。すごい。景色映すか。景色も楽しめる。すごい。あれ言ってたよね、さっき古くていい建物。そう。全部が映えでしょ。グリーンチームどうだ。進み具合はどうだ。よ。可愛い足音がする。なんかバス乗ってる時に有名みたいに言われたなんだっけ。なんかあったよね、その大鳩。次は大鳩。カステラの水道総本店です。カステラも有名だって。あえての大鳩で降りて、この辺でカステラないっすか。そう。この辺でカステラないっすか。あ、でもそれはもう帰り道だもん。だからこそ。先にメガネ行ってのもありかもしれない。普通に確かに。でメガネはどうやって行くのかを難しかった。メガネ橋なんだっけ、中央橋から川沿いを歩いていくとあって、ちゃんとメモってる。さすがリーダー。そのままそのままあの人たちに聞くのもありちゃん。何を言うしかないだろう。すいません。今お時間大丈夫ですか？大丈夫です。めっちゃ大丈夫です。ありがとうございます。本当ですか？今からメガネ橋に向かいたいんですけど、なんか歩いて行ける距離って聞いたんですけど、どう行けばいいかなっていう。近くまで行っちゃダメです。ああ、一緒に？え、いいんですか？逆に。え、ありがとうございます。やったー。え、夏休み編見てたんですか？何をされていたんですか今日？あ、お仕事ないです。あ、休憩中いいんですか？大丈夫です。すみません、ありがとうございます。もう恥ずかしいか青春はもうずっと聞いてます。最高すぎる。やっぱ話通じるの早いね。確かに。さすがに。このメンバーで言ってるんですね。そうなんです。この人とトラック。もうちょっと大丈夫ですか？鬼仲いいだけです。やったね。ちゃんと見てる。やったね。見て。落ちてるかな。三浦館のセナリアの像。セナリアの像です。いい感じ。超いい。めっちゃいいやん。トーマスさんありがとうございます。専属モデルやばい。重要文化財旧グラバー住宅です。ここがここですよ。え、これが家？旧住宅です。これに住んでるの？これに住んでた。そう、ギリギリまで行こうよ。すごい。わあ、会食だ。あれ何食べてるの？じゃがいも？バター？シュークリーム？こういうとこ住みたい。豪邸すぎでしょ。え、すごいね。壁の色可愛い。ここ展望台もしかして。展望台ここ。違う？すごい。なんかさ、すごい景色。なんかこっちもこっちも映したい。こっちもこっち。確かに。綺麗やんめっちゃ。え、集合場所さ、結構離れてるな。離れてる。いっせーので。はしゃ。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。いいじゃんいいじゃん。おいお前スノビすんなよお前。足元ずっとった。え、誰？時間ないから。みんな聞いて。あのね、ここね。うん。レトロ写真館っていうのがあるのね。え？なんですかそれ？レトロ写真館？レトロ写真館。これそうどんだけ時間かかるかわかんないんだけど、せっかくだからじゃないですか。え、めっちゃいいじゃん。超スポット。英語行こう。これ勝てるな。やばい、痩せた感覚。絶対痩せたこれ。何も食べてないし。何も食べてない。京介は痩せます。京介マジ痩せる。うわ、これじゃん。これですか。うわ、すげえ。レトロって感じ。レトロって感じ。レトロって感じ。ひょりひょりやん。やった。やった。邪魔します。やばい。わあ。汗びしょびしょ。すごい。ふりふりやん。あ、お上品。え、いい感じ。可愛いね。なんかさ、ピーチ姫みたいじゃない？え、可愛くないこれ？このコーデ。はい、回るよ。はい、回るよ。はい、回るよ。これ。え、可愛い。私はこれが好みなのです。これが好みなんですね。すごい好みですね。じゃあどっちが合うか。オッケーです。はい、まずこちらの商品。可愛いですよね。結構こっち惜しい。とかこっちピンク、まあ、真っピンクも可愛い。もうすぐ着きますから。もうすぐ。ありがとうございます。ありがとうございます。仕事遅れないように。はい。もう遅れてもいいですね。ダメですよ。なんかさ、橋すごい。すごい。え、これですか？私はもう一個先のメガネの。あ、わかったかも。メガネ？ちょっと見えたかも。じゃあここまでで。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ助かった。やばい。ここまでたどり着かなかったよね。助かりすぎてる。え、メガネになってる？影がないからメガネに見えないけど。そういうこと？おお、すごい。あ、そういうことか。そう。取ろうよ、じゃあ取ろうぜ。いけ。はい、チーズ。はい。まぶしい。一文字り取ろうか。オッケー。いいね。Thank you。ナイスナイス。ジュジュコンビ。え、すごい。あれ渡れるんや。あ、おしゃれそう。え、待って、あそこ当てりたい。いや、行くしかないだろ。これで落ちたら大爆笑だよ。怖い。まあ、ローシでスネ夫って病院遅れやだよ。危ない。え、これ渡る？やろうよ。渡ろう。行くでー。よー。ペイ。あ、なんか撮ってる。上撮ってるかな。すごっ。目止まらないで余計に。なんかさ、これさ、4人でさ、立ってる写真撮りたかったくない？怖い。いや、そうね。何してんの？手振ってるあの子たちも。オッケー。ありがとうございます。ゴーゴー。怖いから。マジ押しかけた普通。ね、これハートじゃん。違う、これ。それ違くね。もうちょい綺麗な。それハートじゃないの。ハートの石ってどれか。あっちある。やった。ありがとうございます。落とすぞ。本当に落ちそう。喧嘩する。落としていい。ダメ。え、影エモくない。エモい。お、やばい。さっきより怖い。いや、怖い。え、待って、見っけた。あれじゃない？あれや。めっちゃ綺麗なんだけど。え、めっちゃ思ってるハートやん。ちょっと待って。やばい。やば。ちゃんとハートやん。はい。ケミヤ。いきます。はい、チーズ。はい、いい感じ。行こうか、ジマジュリ。もうちょっと顔近づけ。あ、それ、行くよ。はい、チーズ。いいね。ありがとうございます。いい距離感。いい距離感だ。ありがとうございます。すごいね。ね、本当にハートだよね。ね、じゃあ行こうか。よし、行きましょう。行きまーす。チャラーン。チャラーン。うわー。え、すごい。キシじゃん、キシ。じゃーん。めっちゃいいじゃん。え、めっちゃいいやん。おほほほほ。上手。可愛い。そう、可愛くない？本当にヨーロッパにいそう。結構マジで可愛い。本当ですか？ガチトーンだったんだけど。ありがとう。マジで可愛い。ひなぽんもめちゃめちゃ似合ってる。似合ってる。激カワ一番人気なんだって。ね。この紫がね。これら同じだ。うん。ねね。肩幅すごいね。そういうやつ。こうこうやってやって。いいやいいやいいや。おほほ。逆じゃねえ絶対。おほおほ。スキップじゃん。ちゃんと上げてる。このフリフリ。あ、やって。いいよ。ああ、キャーン。私の王子様。ガチテレですこれちなみに。可愛い。何それ。めっちゃいい。うわ。いいねいいね。ヨーロッパ。いや楽しかったね。超楽しかった。普通に洋風って感じで。マジで。お土産が変えてないね。もうほぼ変えてないみたいな。時間も時間だしね。そうだね。うん、じゃあ行きましょうか。頑張ろう。言われてますよ。絶対野球部だなあれ。呼ばれてる？確実に野球部。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 有名なお土産とかそういう系のものいろいろお話聞きたいなと思って。文明堂の買ったら文明堂わかんない。どこにあるんですかそれは。一緒行く一緒行く。え、ついてってくる連れてってくれるんですか。連れてってもらってもいいですか。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。洋介見てますか。いつも見ました。夏休み見ました。最近恋愛悩んでるそうです。乗るしかないんだ。乗るしかない。せなこが同じ中学校で高校が離れてしまってから。高校は近いの。その好きなこと。いや遠いです。遠いんだ。離れちゃったな。でも住んどるところは近い。はい近いです。会える会えるやん。朝からバス停たまに会います。話すそこで。いや話せない。それがダメだ。話してよ。話しかけるしかないよそれ。バス停で見たら。そうっすよね。そう。中学同じなんでしょ。はい。じゃあ行ける。もうバスの中だったらツーショット誘うしかないです。めっちゃおもろい。すごい。坊主多いな。なんか増えてきてない。坊主多いな。めっちゃ増えたね。駅どこ駅どこ。もうその信号渡ったらあります。さすがやな。ようけばったやな。じゃあ前前。危ない危ない危ない。信号渡らんって感じ。え、文明堂って感じね。やばいな。あ、ここや。あれや。これや。いいだ。おい。おい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 。あ、ここでいいや。ここでいいじゃん。いいな。ありがとう。おいしいな。アポ行こう。アポ行こう。切り替え。今日好きになりましたっていう ABEMA の番組であの街歩いてみんなと歩いてみましたみたいな。いいな。ねねこんなあの余裕な。そうそうそう。あのささっきさあのいろんな人が言ってた文明堂さ買いましょう。カステラ買って早くお土産部門。セランさんやる気満々ですね。いいですよ。だから走ってる。早すぎでしょ。こんにちは。長崎の魅力を伝える番組で企画してるんですけど、ちょっとここが上司がいないんですよね。はあ。店の方に聞いていいですか。ちょっと待ってくださいね。はい。キャワソーマやん。どうでしたか。どうでした。ニヤニヤしてる。まる。ありがとう。長崎カステラ。文明と。めっちゃ好きなんだよね。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。おすすめとか。い一番のおすすめがこちらの10切れになったインタラメと使用したうまそう。こっちも気になってんねんな。数量限定。こちらが和三盆糖を使用したカステラになるんです。待って、なんかさ、さっきさお土産1個買ったやん。あれは相手チームも OK やったやん。もうあげるよやん。こっちはさ俺らだけのさお土産にしたからさ、これでさみんなで食べたいなと思ってるんですよね。じゃあこれでお願いします。ありがとうございます。なんかこれから中華街？中華街行くんですけど、これ食べた方がいいみたいなのありますか？中華街ですね。3本とかですか？3本食べたいです。3本食べたい。個人的にはですね、その入ってすぐ右側に京華園さんとこちらが偕楽園さんってあるんですけど、なんかすごく偕楽園さんの方が私は好き。偕楽園。個人的に偕楽園さん。はい。偕楽園。よかったら。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ええやん。よし。行こう。よっか。本店。本店が。あ、本店ってどこにありましたっけ？大鳩っていう店の前になります。ありがとうございます。ありがとうございます。これじゃね。一回行く道を見て。あれ？こっから今どこ？今これだ。だからこう行って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 。これ乗り換えんとなんてこと？どういうこと？そういうことじゃん。歩いた方が早いのかな。どうする？この坂を登る？あれを？え、どれ？まあ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 。あれを登るの？行けるだろう。なんです。頑張れよ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。着いた。よし、アポ取りしよう。頑張ってアポ取りしよう。お願い。これでお願い。これで無理やったらどうしよう。すいません。今ABEMA TV で放送されてる今日好きになりましたっていう番組の。あの街歩いてみましたっていう企画で。すみません。こんにちは。山手でされたんじゃなくて、今から住むんですか。山手。さっき、なんかもう一店舗の方で。もう一。違う。店が。運命。あってるね。あっちでするつもりだったんですけど、あっちを取られてない。あれ。あっちで取ろうとしたらなんか伺った時に本店の方に確認してもらってから、向こうでいいって言ったつもりだったんですけど。あ、そうだったんですか。すいません、ありがとうございます。申し訳ないです。ありがとうございました。あちらお伺いしますね。ちょっとやってしまった。戻りましょう。戻るか。行きましょう。タクシー使っちゃったので電車じゃない。もう電車や。もうこれやない。これだね。これだ。よし、行くぞ。ありがとうございます。着いた。中華街行こう。中華街。中華街着きました。はい。ね、なんて言われたかわかるよ、お店の名前。なんか入って左。右だったっけ？左だったっけ？右中華。じゃあ選び放題だよ。右か左。どっちかだよね、絶対に。おすすめのちゃんぽんはそう言ってた。うまそうまやな。これうまそう。ね。いきなりぶっ込んでくる。あの街出せんって今は。オッケー、じゃあ噛んでいこう。こっちにもう前立ってるから、こっち行こう。こっち。いいよ。あ、しりく。みんなで行こう。オッケー。こんにちは。こんにちは。ABEMAの今日好きになりました」っていう番組で撮影許可いただきたくて、たくさんいらっしゃいますので、なんと食べれます。みんな爆発しよう。やっとご飯やっと食べれる。爆食します。やばいね、これさ、これ回るやつやん。やばー、憧れてた。これ本格中華、これやべえ。はい、じゃ選ぶよ。やばいよ、量がえぐいよ。すごい、すげえよ。絶対にちゃんぽんは食べたいよ。ちなみにちょっとシューマイ食べたい。シューマイ食べよう。待って、角煮レア食べたいんだけど。食べよう。唐揚げは？唐揚げ食べよう。食べよう。唐揚げと。角煮も。一つと角煮。まんじゅうを一つ。シューマイを一つと、ちゃんぽん。以上で。はい。唐揚げがお時間20分ほどいただくと思いますけど、美味しかったです。まあ。どうする。でも。負けになっちゃうよ、確定で。まあいろいろあったけど、まあ結果できたよみたいな。結果オーライ。すいません。あれ、先ほど伺った今日好きになりましたっていう番組なんですけど、撮影って大丈夫ですか？あれ、本店の方でこちらの店舗さんの方に連絡して、許可はもう出てるよみたいな話を。多分オレンジが違う店行っとって、そこで OK したみたいな言い方してるってこと？山手でされたんじゃなくて、今からするんですよ。山手文明闘争本店です。こんにちは。やばいわ、なんか失格のあれが見える。ちょっとでももう仕方ないよ、それは。